トヨタファイナンシャルサービス株式会社は自動車メーカーのトヨタグループの金融事業を総括する持ち株会社である。2000年7月にトヨタ自動車の子会社として設立。国内ではトヨタファイナンスを傘下に収め全世界33カ国に販売金融会社を要する。かつて傘下にあったトヨタアカウンティングサービスは2009年12月22日に トヨタ自動車が全株式を取得し子会社化したためグループより離脱。トヨタファイナンシャルサービス証券は、東海東京フィナンシャルホールディングスに譲渡された後、東海東京証券に吸収合併された。また、トヨタアセットマネジメントは2012年10月31日に、三井住友海上火災保険に譲渡し、グループを離脱した。トヨタファイナンスは、 オールトヨタ販売店向けのオートローンや仕入れ代金などの事業者金融を手掛ける審判会社であり、1988年11月にトヨタ自動車財務部から独立する形で設立した。2001年からクレジットカード TS キュービックカードの自社発行を開始し、クレジットカード会社として B2C ビジネスに参入している。は、 トヨタグループが展開するグローバルなモビリティサービスのブランドである均等を日本国内で運営する車のサブスクリプションサービスの会社である。トヨタファイナンシャルサービス参加ではないが、トヨタファイナンシャルサービスグループを形成している。IOE イイ日清童は損害保険株式会社は、2010年10月1日にアイオイ損害保険と日清童は損害保険が合併してできた。 損害保険会社。旧株式会社トヨタアセットマネジメント設立時に50%出資したこともある。愛いい損害保険は1959年からトヨタ自動車と提携している千代田火災保険が2001年4月に大東京火災保険と合併して誕生した。トヨタアカウンティングサービスはトヨタのグループ企業を中心に 人材派遣と経理コンサルタントなどを行う会社。2009年12月22日、トヨタ自動車との連携強化のため同社の100%子会社となる。トヨタファイナンシャルサービス証券株式会社は、顧客に対して金融サービスを提供するために設立。銀行よりも比較的参入が楽な証券会社の形態を取った。債券や投資信託の販売を行っていた。 登録番号は東海財務局長第27号。2010年1月4日に東海東京フィナンシャルホールディングス株式会社に譲渡され同社の完全子会社となる。その後、同年4月5日に東海東京証券株式会社に吸収合併される。トヨタアセットマネジメント株式会社は法人の事業資金や年金、保険資産の運用。 投資信託の運用を行う会社。1990年2月に、千代田火災会場保険の関連会社として、千代田火災投資顧問設立。称号は、千代田火災アセットマネジメントを経て、2000年6月から、トヨタ自動車の出資を受けて、現在の称号に、トヨタファイナンシャルサービスと、IO イニッセイ日堂は損害保険の接班出資の合弁会社。 2012年10月31日に、トヨタファイナンシャルサービス保有分が、三井住友海上火災保険株式会社に譲渡され、MS&AD インシュアランスグループの主要損害保険会社2社による合弁会社となった。2013年4月1日に、三井住友海上火災保険、三井生命保険、住友生命保険、 三井住友銀行の4社が出資する三井、住友アセットマネジメントの完全子会社となり、同時に同社に吸収合併され解散した。ありがとうございます。